阪神タイガース対阪神タイガースのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、とにかくしっかりとコントロールできるかどうかっていうところが大事なことになりますからね。なるほどね。コントロール重視の小宮山さんらしいコメントありがとうございます。内へのボール外れました。ボール先行です。これが3球目、アウトコースへ決めました。膝元への変化球、2ストライク2ボールと追い込んでいます。打ちました。ライトに強い打球、ライトオーバー。バッターランナーは2塁まで進みます。さあ、そしてバッターボックスには掛布が入ります。さあ、一打先制のチャンス、まあ、先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですよね。いや、いいところに決めてきますね。はい、ストレートが決まっています。すぐに追い込みました。さあ、4球目は何か。インサイド落ちました。ファウルになります。空振り三振、ランナー返すことができませんでした。さあ、そして打席にはマルテが入っています。さあ、ワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、この選手ライト方向流しました。バックホームする。ここは最低でも犠牲ぐらいという場面ですね。そうですね。まず初球しっかりと見極めました。打ちました。藤波、本塁タッチはアウト。一塁はセーフ、ゲッツーは取れません。さあ、そしてバッターボックスには今岡が入ります。さあ、ツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。今度はしっかりつなげて先制。初球打ち伸びていく、どうだ、入れます、見事。最初は変化球できました。ボールになります。高いボール、膝元決まってストライク。158キロ。ああ、よく見ましたね。はい、インコースわずかに外れてボール。胸元へ持ってきました。ストライクです。2ボール2ストライクです。内へ持ってきましたが外れました。3ボール2ストライクです。高めのボール、センターに抜ける。ランナー出ました、タイガースです。ツーアウトランナー1塁。バッターは7番に入っている金本。ヒットでランナーを置いて打った。三遊間抜ける。タイガースチャンスになりました。ツーアウト2塁1塁。8番バッター城島。タイガースこの回3点を入れています。さあ、先制に成功。初球打ち、レフトへ打球伸びる。さあ、これからタイガースが守備につきます。バッターは近本。先頭バッターとしての仕事をしたいところ。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。スライダー外れます。ボール先行です。さあ、3球目は何か。打ちました。切れました、ファールボール。ボールになります。打ちました、いい打球だ。大きな打球になった。右中間を深々と破るヒットになりました。さあ、そして打席には大山が入っています。さあ、ランナーを得点圏に背負っています。早い段階から相手のチャンスを潰し続けることが重要ですから、しっかり切り抜けてほしいですね。なるほど、そうですね。外の低め見極めます。が3球目、3球目打ちました。高く上がった。センター左のヒット。セカンドランナーホームイン。警戒していた相手ですが、大きな変化球、空振り。変化球打った。サードが抑えた。一塁アウト。ランナー二塁はそのままです。
バッターボックスは4番サンズ。タイガースこの回1点を返されています。さあリードを2点まで迫られ、なおも得点圏にランナーを背負った場面。ジャストミート、ワンバウンドヒットになりました。センター前ヒット、同点のランナーも出してしまいました。さあそしてバッターボックスにはマルテが入ります。さあなおもピンチが続きます。ここでしっかり食い止めたいですね。なるほど、そうですよね。内へのスライダーはボールになります。外角低めのストライク、アウトコース、これは見送ってボールです。3ボールになりました。高めも少しは見せた方がいいですね。低めもより生きてきますからね。なるほど、ストレート抜けていった、サードランナーがホーム。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですね。タイガースピッチャーが変わります。一打同点の場面でマウンドに上がったのは、初球は何で来るか。レフトに持っていった、抑えてツーアウト。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。さあそして打席には梅野が入っています。さあツーアウトながらピンチは続きます。まあここも先ほど同様に打った、掴んでスリーアウト。なんとか同点のピンチをしのぎました。2回表に入ります。タイガースの攻撃、バッターは9番に入っているキラ。バッターボックスには代打のブラゼル。まず何を投げてくるか。初球ボール、引っ張った、打球はライトへ。打順は1番に帰ります。バッター近本、先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。藤波、まずは先頭バッターを打ち取っています。改めてお聞きしますが、バッターボックスの掛布、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあ、そうですね、状況によって変わりますが、もともとはフルスイングが新庄の強打のバッターですね。そうです。インサイド打ちます、抜けました、ランナー出ました、タイガースです。ツーアウトランナー一塁、打順は3番マルテ。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド打ちました、ショート取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。2回の裏タイガースの攻撃です。打席には1番バッター糸原。タイガース1点リードで迎える最終回です。初球は何から入ってくるか。初球ボール、落ちる球を持ってきました、ボール先行です。3球目は何で来るか。インコースボール、ストライクが入りません。打ちました、流しました、掛布。バッターボックスには代打の糸井。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。流しました、取った、アウト、ツーアウト。打順はトップに帰って近本。先ほどはツーベースを打ってますから、ここは警戒してるでしょうね。そうですね。引っ張った、ライトへ打球、外野フライ掴んでアウト。これで3アウト、試合終了。最後はピシャリと3人。